ヤバネムドロロ TV たまさまとルーちゃんです。よしょい、ついに来ましたね。ついに来ました。いやいやいや、あっという間に来ちゃったね。まあ本当に怒涛のね一週間を迎え僕らは今飛行場に向かっております。まあ僕らからすると YouTuber 収穫旅行みたいな感じで、そうですね、東京を楽しめればなと思っております。はい、まあなんかざっくりとした予定は決まってるけど、あとはもう本当行き当たりばったりで楽しもうかな。適当です。まあいろいろ撮ったりとかね。大丈夫なのかなって本当思いながら。そうそう、まああれしたら野宿でね。やだ。だったら時空行く。そうだよね、うん。まあまあその感じでやりましょう。はい。まあこれから高速道路乗ってビヤーンと飛ばしていくんでね。はい、はい、また空港でナチュラルトイレを取ります。はい、はい、というわけで出発いってきます。ではでは、はい、空港着きましたんで飛ぶ前の、飛ぶ前の、はい、いい音多分思い出すねこういうやつじゃあいただきます。飛び始め、うま、10時前からいいですね。朝から朝から飲んで、なのでサムさんはさっきまで飲んでたって、飲んでた、店開けで飲んでたし、寝てない結果寝てない。そう、車の中で寝るんじゃないかって話をして結局寝れないっていう。ちゃんと話したら寝れなかったわ。僕らは話すこといっぱいありますからね。今日もミッションあるから、あと1回も撮って。そうですね、とりあえずミッションあるからね。今日はミッションがいっぱいいろいろありますから、僕は東京行って頑張りたいと思います。はい、まずは、成田空港着いたら浅草の方に、ね、そうですね、行ってちょっと楽しんでいきたいと思います。はい、次の画像は、飛行機の中かな。まあね、行きます。バイ。はい、というわけで登場しました。はい、いや、ついに飛びますね。飛びますね。いつまでたっても僕これ慣れないんです。何がですか？ちょっとね、怖い最初ね、ちょっとね、なんか電車かなと思うぐらいダカンダカンダカン。まあレール内でちょっと空には思う、ね。まあ、ちょっと、まあ無事に着いたらね、向こうでまたちょっと撮りたいと思います。はい、予定では、浅草行くつもりだったんですけど、まっすぐ浅草じゃなくて秋葉原行って浅草、うん、で、上野、うん、もう行けたら、うん、的な感じで今考えてます。うん、ではでは行ってまいります。さようなら北海道。さようなら北海道、また会う日まで。はい、というわけで、成田空港第3ターミナルに着きました。はい、やっと来ましたね。第3って遠くない？結構遠いね。まあここ来たら、なんか俺東京来たなって感じ。フードコートね。いや、降りて瞬間にフードコートってすげえなと思いましたよ。うん、でこういう地図もあってね。はい、でこれから、とりあえず秋葉原、はい、ね、お宅の聖地は秋葉原を使って、はい、そこからまあちょっといろいろね、回って、そうですね、撮っていきたいと思います。はい、はい、ではお楽しみに。見て皆さん、この動画すごいこれこのリラックスの仕様もうね、暑いんだよ。Tシャツ1枚でいけるね。いや、本当に全然いい。なんかでも、飛行機の中では、到着した場所は、とりあえず21度ですって。ああ、21度嘘でしょ。いや、なかなか暑いよ。あのね、ムワッとしたまだ荷物運んでるから暑くなる、ね。あ、まあまあ、それもありますけど、北海道の夏です、これ夏だね。はい、湿気がやばい。普通に夏ですいや、暑いもん。コスプレするのは怖い怖いわ。俺もかぶれるかな。かぶれるかね。ねえ、お願いします。明日も楽しみです。はい、というわけで日暮里から秋葉原向かいます。はい。
呼ばれてご来店いただきましてありがとうございます。はい、というわけで、ようやく着きました。はい、日暮里から秋葉原デデデデン。はい、というわけでこれからブルちゃんと楽しみに行こうと思います。はい、はい、あのね、これを撮る前にね、すげえ歩いた歩いたねしかもすげえ歩いた結果戻ってきたっていうね歩きに歩いてね。そう、どこで撮ろうってすげえ迷ったけど結局ここだったっていうね。ちょっと小腹も空いてきたらなんか食べたいね。そうですね、まあ、ちょうど今12時半、1時近いのかな、うん、はい、だと思うんで一回ちょっとご飯を食べ、もう2時じゃん2時やん食べて1時50分、まあ、ちょっと楽しんで秋葉を楽しんでからまた移動かなと、うん、はい、はい、行きましょう。ではでは、はい、というわけで東京着いて1食目、まあちょっと検索していい店見つけました。そうですね、はい、欧風銀座レストラングランバニア、はい、ザ・グランバニアさんですね、はい、行きまして、すごいプレート、商品名商品名ですね、ハンバーガーとポークジンジャーセット、めっちゃ面白いですね。こう量ありますね。ね、あるよね、ボリュームだよね。よし、ね、いただいていこうと思いますよ。では、いただいてみたいと思います。シャッと、いいですね、トロッと、ね、トロッと、ちょっと半分ぐらいで、ハンバーグね、なかなかジューシーな感じで、行ってみてみたいと思います。うん、もっ、おいしい。ご飯もね、うん、ご飯うまい。正直、すまない、思ってたより全然美味しい。美味しい。美味しい。ポークジンジャーも。うん。ポークジンジャーも。ああ、もう。ペロンチョ。ペロン。うん。ああ。子供の頃、こういう味のレストラン連れてってました。うん。美味しいです。豆腐って感じの、うん、テイストがちゃんと出てますね、うん、美味しいです。うん、最高。ここからまた戦争室をあと上野のアメ横に行って、そうですね、楽しみたいと思います。お晩です。お晩でございます。すっかり夕方になってしまいました。そうですね、何らかの人から時間になっちゃいましたね。ちょっとトラブルとか、まあ、いろいろありましたね。まあまあそうですね、はい、まあ、とりあえず解決したので、はい、はい、僕がいつも東京来たら絶対に来ている場所、あの浅草浅草寺の、はい、雷門さんでございます、本当に。ああ、もうね、ありがたい。なんかお参りしてね、こちらでお参りして、僕は常にね、横のホッピー通りの方に飲ませていただいてます、はい、ただただ一人でありがたくなってるんですけど、今日はね、ふーちゃんとちょっといい感じになろうかな。どういう意味ですか。出来上がる、酒で出来上がろうか。あ、そうですね、はい、で、おみくじも引いて、はい、今年の運勢を占っていこうと思います、ね、そうですね、はい、まずじゃあおみくじですかね。そうですね、結構長いんで、こうバーって食べて、そうですね、はい、あとこうね、お正月あのテレビ見てですねやって、ね、ご利益をもらって帰ろうかと思います。はい、はい、では行きましょう。はい、というわけで、もうね、皆さんおなじみの雷門です、はい、その下を通ります。いい、絶対見たことあるでしょ、ね、絶対見たことあると思ったこれ、ね、はい、ここね、やっぱり最初見た時感動しましたね。いや、すごいすごい、本当に今これ、ね、もともとちょっと行き違いで、はい、そうなんですよ、裏門から入ってしまったから、なんかね、いつもと違う出口から出ちゃって分かんなくて、 Google 先生に聞いたらなんかこっちだっつって、なんかこっちなんだと思って近づいたと思って、なんかなかなかつかねえなと思ったら、なんか違うところに出てくれてたっていう、めっちゃ裏行っちゃったと思って、あともなんかんだらかんたらしてたらなんかこんな時間になっちゃうし、そうですね
なんかあの僕初めてなんですよね、夕方ブロックに行って逆に。だからなんかこうやって電気がついてるのはなんか本当初めてなんですけど、それもまたなんか風があっていいかな、はい、あっちの方もね、なんかこういう夜のね、あれにライティングされてる感じで、これすごい綺麗ですよね、本当実際に見たら本当綺麗なんで、で取材したけど、なんか結構こういう小道みたいな感じで、はい、道も分かれてていろんなお店があるので、どうも、しかも今日はお祭りみたいじゃないですか。そうなんですよね。なんかちょうど今こう夜になって涼しくなって、涼しいですよ、うん。今ちょうど過ごしやすいです。うんね。今この感じが今北海道みたいな感じ。たまに風が吹いてもちょっとぬるい感じで、うんうん、まあそのあの寒くもなくっていうか、ね。そうですね。奇怪。ちょうどいいじゃないか。夏の始まりぐらいの感じですね。そうですね。多分北海道でいう夏の始まりぐらいの雰囲気だと思うんですよね。この中でね、スポーツしたら気持ちいいですよ。うん、すごいいい感じだと思います。ただこっちの昼間は無理だ。無理だね。これは過ごせね。あ、もうなかなか、いや、こちらの人がね、やっぱりね、クーラーないと過ごせないって意味が分かる。あのね、電車の中がね、すごい涼しかった。あれ天国ですね、あれ。でもね、本当にね、7月とかに来ると、うん、あのすごい冷房を効いてるのと、うん、まあ、効いてないのがあるんですけど、うん、逆にこの温度差で体壊すっていう。ということで、本土の前にやって、行きました。はい。あのね、目の前のあの大きいのをくぐったら、僕らの撮影今できなくなっちゃうので。はい。そうですね。ちょっと。またね、今日ね、すごいんですよ。うん。ちょっと見てもらいましょうか。うん。これ振り向くとね、これ何かわかりますかね。いやいやいや、そっちじゃなくて、こっちじゃなくて、こっち、スカイツリーと、そう、月ですね。綺麗な月ですよ。はい、またこんな綺麗な日にこうやってこんな大きい川をくぐって、これからおみくじを引いてきます。それでは、何引きたいですか。なんか書いてる大吉とかじゃなくて、初吉とかそういうのじゃなくて、最初の一言が大事だと。最初の一言のあれで、それを素直に受け止めますみたいな気持ちを引くのが大事らしいんで、はい、今日であれ大吉であれ僕は受け止めないと。そうですね。誰かもかかってこいって。はい、さあそれでは引いていきましょう。はい、見ていきましょう。引いてみたいと思います。これ21番。21番ですね。21番探してください。ここですね。一番上は21番。はい、第21期。経年の人を洗い出し、今までの悪いことは洗い流すし、すごくさっぱり消しなり。ちょっと難しいことね。まあ悪くはないかな。いいんじゃないですか。ね、まあ今までの悪いことが洗い流せたような傷した状況になるでしょう。うん、いいじゃないですか。きちっていうか結構じゃあ次ブーちゃんもフラッシュいいっすか。次ですブーちゃんがインダメシ行ってきましょう。重いね意外と。結構ずっしりしてる。質問目は軽くないぞと。あら、お、すげえ。2番。2番、おお。これはね、すごいの出そうだよ。どうでしょう。バックパッカーどうでしょう。ショキチさんが。ショキチさんだぞ。はい、上げて。ちょっとティハウ運に書く
キュー。あ、サンキューですか。わかりづらい。三月の光とも雲に隠れて形にも見えず光もなし。いいことないってやつですね。いや、わかんない。ちょっと裏見てみよう。裏見てみよう。どういうことでしょう。ポップな、はい、はい、強い、ね、願いかな、をお持ちのようですが、現在のままでは叶うまでには至らないでしょう。私ね、はい、遅くっていつだ？遅くだ。もうどうもだいぶ遅いぞ俺。はい、あ、でも全然違う。失せ物出てこないでしょう。もう絶対なくし物しません。気をつけてね。はい。付き合い控えましょう。これね、本当に当たってるんですわ。あのね、一回付き添いありすぎて僕よく分かんなくなってきて。何？新居。共に悪くはないでしょ。ああ、まあ、いい人としてもまあ悪くはないよと。旅行、お、うまくいくでしょ。今回の旅行はうまくいくでしょ。さっきもね、ブーちゃんのおかげで助かったもんね。まあ、そうですね。ただ、ただいかんせん、なくしたら出てこねえぞと。それだけはちょっと勘弁してくれよと。頑張るよ。はい、わかりました。ということで、正吉でございました。はい、はい。はい、ということで、いやね、ここ来たかった。いや、ずっと俺も来たかった。本当にブーちゃんと来たかった、ここコピドリス。いやこれはすごい、すごいでしょ。これはね、来ないと分かんないぐらいね、ずらっと並んでますよ。で、なんかあの、30歳とかのね、ちょっとなんか、こんな屋さんだから、ね、飲み屋がこうやってオープンでバーってあるんですよ。で、なんか店によって立ち合いも違うし、うん、なんかいろいろね、こうはしごできちゃうっていう、楽しさもある。いいですね。で、なんか夜来るとやっぱりなんかね、ライトアップされてからすごい本当綺麗ですね。そうですね。まあ、これでちょっとね、夜を楽しんで、はい、明日、朝から頑張ろうかなと思います。はい、じゃあ、ブーちゃんと飲んでくれようかな。じゃあ、店選ぶから行きましょう。はい。まあ、ちょっと後で放送もするかもね。そうですね。という感じで。ではでは、皆さん、いい夜を。そうそう。軽く出来上がったブーちゃんが。ホッピー通り初めて来てめっちゃテンション上がってるんですけど、ついに、ついにデビューしましたよ、ホッピー。ホッピー通りらしいね、やっぱり。いやー、これね、癖がある。癖あるといやー、でも、ちゃんと一瓶飲んで、軽く出来上がってます。ね。いや、ほんとね、テンション上がる、ここ。なんか常にお祭り、すごいみんな飲んでるお祭りにいる感じ、うん、面白いっすよ、本当に、うん、で、美味しい、うん、昼間からやってるんだけどね、夜も盛り上がってますね、うんうんうん、東京って人が多いなって思う、うん、まあ、すすきのだったらね、こういうのがまずないんで、あれですけど、これはこれとして情緒があってね、すごくいいですよ。しかも、さっきお寺に行ってからの、ちょっと歩いたらここなんで、うん、いや、これが下町なんだなっていう。うん。うん、なんか、いつもいないなんかこう、作りの町というかね。うん。ここで、札幌って5番の目ですから、ね。そうですね。なんか、道場に来るで、ちょっとさっき迷ったのかもしれないですけど。本当に。Google 先生が別の場所指しちゃうから、本当にね。今なんか、いっぱい食べもしたけど、いっぱい動いたし、いっぱい汗かいた。地方歩いたね、今日。地方歩いた。今日は、明日があるんで、早めに帰って、うん、休んで、明日全力出せるようにちょっと。はい。あとは短時間で全力で乗ります。今日はね、まあ、あと、取るところあるか分かんないですけど。まあまあまあ、まあ、それはそうですね。うん。ご注目ということで。はい。明日は教会でも撮影できたら、それです。そうですね。まあ、とりあえず明日スタッフさんに聞いてっていうところもありますけども、まあ、少なからず10時から11時の間、僕ら配信しておりますんで、そちらの方はね、きっとこの動画を見てくれる人は見てくれてるんじゃないかなと思うんですけども、いろんな明日ね、結構会いたい人たちもいるんで、会って楽しんでいこうかなと思っておりますんで、明日の動画もよろしく。はい、というわけでね、もうホテルの方に帰ろうかと思います、はい、これから、はい、新木場の方に、はい、新木場さんは
俺も初めて行くんで、そうですね、どんな感じかね、全く分かんないですけど、うん、もうなんか夜の浅草は初めて味わったんですけど、なんかすごく良かったですね。面白いですね。なんかこういう通りのこうね、ライティングっていうか、うんうん、すごい情緒がいいなと思いました。はい、くるちゃんもね、だいぶあの雰囲気を気に入ってくれたみたいで、大好きですそれまたね、機会があったら。そうですね、これをもう俺が毎回浅草に来るわけわかるでしょっていう来ちゃうんだな、これが。まずなかなかね、こう外せない場所ではあるんです、うん、今日ちょっとあの本堂の方とあのね、ご紹介の方できなかったから、まあまあまあそれもね、あと何だっけ、寄せとかね、うん、うん、あの唐辛子の方、そうですね、行けなかったですね、喋りながらやってる方のやつとかね、そういうのもあってね、よかったら見てみようかなと思います。ぜひ、こういう感じもね、ちょっとすごく、そうで、目の前に光ってるのね、スカイツリーなんですよ。スカイツリーは結構ね、僕も見てたんですけどね、綺麗ですね。明日行けたら、見たいな。そう、なんかこう、知らない土地に来て歩くってなんかこうね、うん、なんかそういういろいろ見れて、別に大したことない風景かもしれない、住む場所にとっては、うん、なんかやっぱりいちいち感動するっていうのがね。そうですね。ブルちゃんも今日なんか地下鉄乗ってて、こう、あー綺麗ってなんか普通に言ってて田舎感満載ですよね。あー綺麗ってどうしたのかな、ね、本当に駅のその装飾が綺麗で、うん、ね、その場所その場所で全然装飾違うんですよね、うん、あれどこだったっけ、あの駅。さあさあ、ではこれから新木場に向けて、乗り継ぎがてらこうね、地下鉄と JR 乗っていくんで今日はあとはホテルに向かってる途中かな超アップルめっちゃ撮られてるし、おのぼりさんはぁーっすおまままということで、あ、ここから入れますね。着いた。ではでは、はい、また今日は後ほどもしかしたらカメラ回るかもしれませんが、はい、はい、今日は今日のところは、うん、なんだ、浅草、浅草、はい、浅草で、はい、締めでしたんで、はい、はい、こう新幹線、そうですね。ちゃん、超いい感じ超いい感じだね明日まして楽しめよではでは皆様、はい、またねー。